この動画は、今ご覧になっている、皆様のおかげで成り立っています。ありがとうございます。皆さんおはこんばんちは、ウプ主の親友です。今回のレースは、S です。そして、誰もプレイヤーがいなかったので、2頭出ししています。フロストの方が、オッズ上位に来ると思いましたが、エクトルちゃんが、一番人気でした。できればフロストちゃんに勝たせてあげたいところ。頑張ってね。世界一の称号を目指してスーパーワールドブリーダーズカップウィンター、まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは、いったリミエル・フロストがやっぱりいったという感じ。外から一気にオルコック・アラビアンが上がっていきました。それから離されまして、3番ザ・デトラーク、それからエクリプス、そして5番手に12番キンセムであります。そのうちからはゴドルフィン・バルム、ミルリーフ、オーモンド、海底神殿を右手に見ながら14頭が駆け抜けていきます。アイシングラス、エクトルエクレス、旧車は2頭出し、それからもう1頭、7番エルグランセニョール、9番ラーレアラビアン、その後ろでやりましょうか、5番マッチェム、一番後ろにワイアリータークでやります。馬場コンディションがなんとも微妙です。先頭は依然として4番オルコックアラビアン、リミエル・フロストがその後ろちょっと離されまして、エクリプス、内を通りまして3番ザ・デトラーク、その後ろサンバシンクライあってキンセム、そのうちゴドルフィン・バルム、外を通りまして6番ミルリーフ。さあトンネルを抜けると世界最高のウィーニングロードが待っています。エクトルエクレス、直線伸びてくるのかどうか。先頭はオルコックアラビアン、頑張る頑張る、内から1頭リミエル・フロスト、エクリプスが3番手、先頭デッドとオルコックアラビアン、内を通ってリミエル・フロスト、オルコックアラビアン先頭、外から懸命にエクトルエクレス、1番リミエル・フロスト、エクトルエクレスが2番手、エクトルエクレス先頭1着、エクトルエクレス。年末の頂上決戦を制し、世界一のタイトルを獲得。獲得賞金は2万枚突破。フロストは、まさかの爆着。一回海外 G1 を、挟まなければいけないですね。ごめんなさい。まあ、ここまでよくやってるし、次頑張ってね。勝っちゃった。まあ、勝つことはいいこと。これでフロストちゃんの、客室を、自在にする決心がついたよ。ありがとう。ゲームを終了しています。ゲームを終了しました。またのお越しをお待ちしています。